せてくださる。こんなに弱い私を光として使わし、目を離さず見守ってくださる主、あなただけそばに立って手を引いて、いつも私を包む、私を強くさせてくださる。こんなに弱い私を光として使わし、目を離さず見守ってくださる。今日は隣のあんちゃんが一緒にコラボレーションしてくれます。もう一度大きな拍手でお願いします。時間の上から注がれる眼差しは
れる悲しみも嘆きも叫びも引き受けた全ての十字架は全てを超える十字架の痛みも涙も全て知っておられる悲しみも嘆きも叫びも引き受けた十字架は全てを超える十字架の上から流れるその血は愛あなたの激しい愛に震える十字架の全てを初コラボレーションいかがでしたか？ちょっと早かったいやこれがライブのいいところですねはい、はい、ありがとうございます。はじめまして、松本改め川端マーサと申します。セラという3人のグループで普段は、活動していると言いましても本当に最近でして、できたのはちょうど1年半ほど前です。で、何か大きなことしてるんですかと言われたら特に何もしていません。CGN テレビに呼んでいただいた時も私たちがという感じでした。本当にできたてほやほや、なんか私がここにいていいのかなっていうくらい幸せです。こんな素敵なカフェに呼んでいただいて、またこうして結婚をすることができまして本当に今超幸せですありがとうございます。少しだけ私の話をします今ものすごく幸せですごい満たされてるっていう、こんなにキラキラしたところに自分がいてもうニコニコ笑っていられるということは、2年前には決して想像することはできませんでした。私は2年ほど前どのような状態であったか、全く真逆のところにいました。うつという病気になりまして、それは私が想像していたよりも苦しいものでした。母がずっとうつで苦しんでいたんですけれども、それを見ていた私でさえ自分がうつになるまでどういう苦しみなのか、どういう悲しみなのか全く理解することはできませんでした。私は牧師家庭に生まれて、小さい時から神様を信じて夢を持って希望を持って祈りつつ聖書の御言葉の通りに歩もうと日々頑張っていたつもりです。でもいつの間にかだんだん神様から離れていって、だんだん自分の力で何とかしようとしていって、そのうちにこの自分の手では何もすることができなくなって、自分の存在が価値のあるものだとは思えなくなっていって、そして鬱になってしまいました。鬱という病気は人によって症状もそれから、どういう、心
心の状態かとかも全く違います。傍目には全然そうは見えない人であっても鬱の場合がありますし、その苦しみは他の人からは決して分かることはないと思います。私の場合は、どのようなものであったか、まず自分を許すことができない、自分の存在を許すことができない、完全に自分を否定していました。まず鬱になったことが気持ち悪いと思っていたんです。なんて自分はダメな人間なんだろう、鬱になるなんて。神様を信じてて牧師の娘で献身もしてたんですね。献身もしてるのに何一つできない、教会の日曜日の礼拝を守ることすらできない、仕事もできない、友達と何か誘われても、最初は行くと言ってもその日になると体調が悪くなって行けなくなってしまう、たくさんの人に迷惑をかけました。そんな自分を好きになることはできませんでした。もうボロボロになって実家に戻りました。父も母も責めることなく私を受け入れてくれましたけれども、私だけは決して自分を許すことができませんでした。何度海の母である母の前で死のうとしたでしょうか。生きている意味がなかったです。私は生きてる価値なんてなかったし、こんな私が生きてて何にもならない、人に迷惑しかかけてない、大好きな父と母に迷惑しかかけてない私がどうして生きる価値があるのかって、そんなことをずっと悩んでいました。ある日、自分も鬱である母が、私が泣きながら日曜の朝ベッドの中でもう絶望していると隣に来て、マーサ、あなたはあなたのままでいいから好きなことだけすればいいのよと言いました。私には最初意味が分かりませんでした。好きなことだけしたらいいって、そんなわがままが許されるわけないでしょうって、そんなこと言うのはお母さんだけだよって、誰もそんなこと許さないでしょう、好きなことだけしてればいいんだったら、そういうふうに自分には自分の中でモヤモヤしてましたけれども、それでも母はあなたはいてくれるだけでいい、あなたの存在だけでいいんだから、お母さんたちはマーサがいてくれるだけで幸せなんだよって、父も母も同じようにそう言うんです。あなたがいてくれることがサプライズプレゼントだよ、帰ってきてくれるなんてすごい幸せなことだよってずっと言ってくれてました。でも私は全然意味が分からなかった。ある日はパニックになって家中の鏡を殴りつけて壊して回っていました。薬を大量に飲んで病院に運ばれたことが何回あったでしょうか。それでも母は私を責めませんでした。いつでもあなたはあなたのままでいいから好きなことだけしなさいと。そんな母が癌を宣告されました。末期でした。治療しなければ3ヶ月だと言われたそうです。母はその瞬間にどうなったと思いますか。鬱をずっと繰り返していて、そうと鬱と本当に激しい戦いの中にありました。薬をずっとやめられなかった。その母が末期癌ですって言われて、祈り続けて祈り続けて祈り続けて耐え続けて、そんな宣告をされて私だったらどうだったろうと思いますけど、母は鬱が癒されたんです。その瞬間に薬がいらなくなりました。がんを宣告されてから母はますます元気になって、笑顔が絶えなくなって神様を賛美し始めました。母はこう言ってたんです。あ、神様は私に応えてくれた、私を天国に呼んでくださってるという確信を持っていました。私にこう言ったのを覚えてます。その告知をされた瞬間、天の窓が開いたのよと言っていました。天国の希望、これを母は証ししていました。どこへ行っても治療しながらいろんなところへ出かけてきました。今までうつで人に会えなかったから
今では行くことができると言って喜んで笑顔で証しをしに行きました。神様いるのよ、神様愛なのよ、私は本当に幸せなの、今癒されたの、鬱から解放されて薬をもう飲まなくていいのと言って喜んでいました。父も母も大変だったと思います。末期がんの治療、本当にそれもまた壮絶です。でもそんな中、娘は鬱でいい時もあればパニックを起こす時もある。私はそんなことをずっと繰り返していました。そしてある日の朝、母が天に召されるんです。私はどうしていいのか分かりませんでした。最初、母が倒れているのを見てどういうことなのか全然理解できませんでした。救急隊員の方が死体の状態ですと言われるまで死んだということが分かりませんでした。母が亡くなったと分かった瞬間、私はやばいなと思いました。自分が鬱であること、パニックが襲ってきそうになる思い、母に最後まで迷惑しかかけれなかったという自分を責める思い、何の看病もすることができなかった、そればかりか私を看病させていつまでも甘えて鬱のままで母を生かせてしまった。でもそれを押しとどめるように私の耳に聞こえてきた言葉は、母のあなたはあなたのままでいい、好きなことだけしなさいという言葉でした。その瞬間、命をかけて私を愛してくださったイエス様の愛がどういうものなのか分かりました。私がたとえどんな状態でも、誰も私を責めてない、ボロボロで何もできなくて、むしろ迷惑をかけていても、イエス様は私を愛してるんだって分かったんです。お母さんがそうであるように、母は私を最後まで愛し抜いてくれました。決して責めなかったし、そして天国で今まさに笑ってるって、そう確信したんです。あ、私にも天国の希望があるんだっていうことが分かりました。その瞬間、お腹の底から力というものが湧き上がってくるようでした。神様が私に触れてくださって、あなたを愛してるよって言ってくれてるのが分かった時、これは言葉では言い表すことができませんけれども、私の体験です。私が愛されて、私は価値ある人間で生きてていいんだって、そう分かった時、私にも奇跡が起きました。母の葬儀が終わって、いろいろなバタバタしたいろいろなことが終わって、20日目に病院に行きました。薬を一つも飲んでいませんでした。病院の先生が、治ってます、癒されてますよって言ってくださいました。科学の力や薬の力ではこの病気は治りません、神様ですねと言ってくださったんです。よくこの話をすると、一般の方からも、クリスチャンじゃない方からも、クリスチャンからも、私の家族は鬱なんですとか、私も鬱なんですと言われます。どうやったら癒されますか、どうやったら薬をやめれますかって言われます。私には分かりません。むしろ鬱であってもいいと思います、薬を飲んでてもいいと思います。そんなことより、自分は愛されてて存在していいって、この世界を作った神様がそう言ってるんだってことだけ、それだけを知ってほしい。別に薬を飲み続けてても構いません。私たちには天国の希望があります。鬱であり続けても、神様に賛美をすることができます。本当に今こうして私がこんなにも幸せな今歩めるということを、
この賛美を通して皆さんに伝えたいこと、それは本当に希望は失望に終わらないということ、それは嘘ではありません。どんなに今が辛くても、どんなにもうこれ以上どうしようもないと思えるような日々も、神様は必ず希望に変えてくださいます。セラという曲があります。私たちのグループ名セラというのは詩編の、端々に書いてあるセラという旧詩符記号と言われてるんですけれども、そこから取られています。母がよく言っていました。神様の前に静まること、私たちにできるのはそれだけだよって。私たちにできることなんて本当に何もありません。弱いものでダメなもので、でも神様の前にただ静まる、神様の御言葉の前にただ静まる、それだけでいいんだって母はそう言っていました。そこから私たちの名前が取られています。そしてそのセラというこの癒し、この休息、神様が与えてくださるお休み、この時間を私たちセラの曲を聴いてくださる皆さんに届けたいっていう、その思いで書いた歌です。セラです。一緒にお願いします。Oh,